はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、今軽く流しておるところでございますけれども、日曜日の午後、12時ジャストぐらいの時間ですね。はい、今日のね、走行動画のお題でございますが、この CBF の、本が出ておりました。はい、画像でねお付けしたいと思うんですけれども、はい、でこういうねCBF を取り上げた特集的な本はついつい買ってしまうという癖があるわけですよ。まあオーナーあるあるだよね。ジェットでも刀でも忍者でも、自分の乗っているオートバイが特集されているとつい買っちゃう。自分のオートバイと同じ食玩が出てるとついつい出るまで引いちゃうとか、まあ、車ならミニカー買っちゃうとか、プラモデル買っちゃうとか、もうオーナーあるあるですよね。はい、でまあ出てたので、買いました。はい、Amazon で購入いたしました。はい、で買ってとはどうかっていうと、昨日ペラペラっとはめくりましたけど、ペラペラっとめくって、結論から言うと、もう知ってるっていう話が大半であったり、もうなんていうんだろうね、予習復習の復習ですよね。はい、そうねっていう、知ってるっていう話の方がほとんどで、知らないってそうなんだっていうのは、今は最近の部品事情とか、最近のショップの F 扱ってるショップ、ここがあるよっていうの、へえ、あそこも、いや、ここもこんなことしてくれるようになったんだみたいなのとか、そんな感じですかね。で僕の CB のカラーリング、シルバーにブルーのラインのカラーリングの CB も街中ではほとんどこのカラーリングのバイクに出会うことなんかないんだけど、お前 CB を見ても雑誌で CB を取り上げると必ず出てくるよね。一番初代の形だからね。その時だけだね。お、出てる、同じカラーリングみたいな。もう表紙からしてさ、雑誌の赤い FB のタンク外装に黒い FC のエンジンとホイールで、これどういうことみたいな違和感しかないんだけどみたいな。ほんとね、もう違和感しかなかったよ。表紙からして違和感だらけだったんだけど、多分でも最近CB を知った若い人たち、かっけえと思って乗ってくれようとしている人たちから見たら、あ、これかっこいいってなるんだろうな。よくわかんねえけど、もうなんか赤い FB のタンクは白いエンジンっていうイメージが、まあ勝手に先入観だよね、もうおじさんのね。もう仕方ない、っていうのがありました。はい、むしろね、もうドレミコレクションとかのさ、現行の1100にね、かぶせ物で 1100R の外装かぶせるやつとかの広告見て、こっちの方がこれが欲しいとかって思ってしまうもんね。壊れない CB& 当時の CB の格好、これが最強よっていう部品も困らんしみたいなね。もうそういう目で雑誌買ってみちゃったいやだけど、昔からね、その Z とかね、Z1、Z2 ね、あとそれとか忍者、刀、RZ、そういう古いオートバイはそれなりに特集がよく組まれていて、CB でも7班フォアの方ね、僕のバイクの1個前の世代のやつとかも当然そういうレジェンドな企画があったりとか、いろいろね、その有名なオートバイになるとそういう特集を組んでもらう本が出るわけですよ。よくあるんですね。でその都度、つい買っちゃうっていうのは、これはもう仕方ないよね、オーナーとしてはね。で CB やっぱり取り上げてもらう件数があんまり多くなかったので、もともとがほとんど目についたら買ってきました。今までも特集組まれたものとか、表紙が CB だったりとか、このロードライダー C とかもそうだったし、モーターサイクリストとかその辺もそうだったし、でまた今回も出たっていう話は聞いてたけど、決して安くないわけですよ。1600何がしかみたいな。でこれ多分ね、本屋で見たら買ってない、ああもういい、これに近い内容の本はもうあるみたいななんだけど、だから買ってもワクワクしながら、こう隅から隅まで読まないんだよね。もうすぐこうペラペラペラってめくって、本棚に入っちゃうっていうね。もうコレクションだよね、そうなると。いやだって生の CB ずーっと30何年見てきてるから、今更雑誌で見てさ「うおーかっけえ、この CB かっけえ」とかってないよ。自分の CB が一番かっこいいと思ってるわけだから、オーナーは、どのオーナーも。でもうこれ以上カスタムするつもりもなければ、現状維持で長く乗りたいと思ってる口なので、なのでもうね、そういう長く乗れるための部材、部品の供給方法とか、そういうものについてのこう知識が出てるものに関しては、ここにまだこれが出るぞとかっていうのはあざとく見ているどこだっけ、カムチェーンをなんとかを使う、カムチェーンテンショナーなんとかを使ったとか、あの辺をね、もう目がキランって、ああこれ使えるんだと思ったりとかねで僕もよく見させてもらってる YouTube で安田さんの、整備動画のとかよく見るんだけど、安田さんの紹介も紙面でされてたね。もうあの安田さんの分なんかもう死ぬほど見るよね。この間の油圧クラッチ会の分とかも見てたけどさ、こんなキットがあって、なるほどって、こう、俺もクラッチクソ重いし油圧かならしてもいいかなって思ったりしながら見たよね。はい、そんな感じでね、やっぱりね CB ね、こう乗り続けていくためには、ああいう本もたまにはこう刺激としては必要なんだけど、いやもう皆さんどうですか、こう自分の愛車が取り上げられるとついつい買えますよね。買うよね。僕のねバイクも昨日のツーリングでふと気がつくと、このメーターになってからの距離が8万になってるんでね、オーバーホール後も8万キロですよ。8万キロやべえよな。1回8万ぐらいでオーバーホールしてるわけなので、これ16万ぐらいだよね。やべえと思って。あ、そうそう思い出した。GPZ1100 の金さん、僕のお友達の、彼の GPZ30 万いったらしいですよ。30万キロ達成したらしいよ。すげえよな、30万キロだぜ。というふうにね、やっぱね、こう旧車を長く乗るためにはね、そういう人知れぬ努力があるわけですよ、やっぱり。そういうのが、ああいう雑誌を見てね、詰まっているかというと、全部は全部詰まってないけど刺激にはなるよね。一番はエンジンだよね。足回りとかいろんなものはどうにでもなるっちゃなるからね。ほんと一番はエンジンだよね。エンジンの部品が供給されなくなると、乗っていく術がなくなるよね、本当に。実際問題、ね、CB のエンジンも S 先生のところで、自分のこいつのエンジンも含めると4機全バラしたかな、お手伝いして、4機エンジンバラしたよ、全バラしたよ、だけど組んでないんだな俺。組むのは全部 S 先生っていうのが、あれはね、ほんとね、エンジン組むのは難しい。僕普段乗ってる、通勤で乗ったり、モトブログで使っているモンキーのエンジンは多分10回から15回ぐらいバラしたり組んだりしてんの。だけどその時の組によってエンジンの調子、なんていうの、スムーズさというか良さというかで当たり外れがあるんですよ。やっぱね、組み込むトルクとかその組み込み方なのかなっていつも思ってた、うん、トルクはねトルクレンチ使って締めてるはずなんだけど、うん、やっぱねあの辺でねちっちゃいエンジンだからわずかなロスとかわずかなバランスの狂いとかも出るんだろうね。それが体感できちゃうんだよね、 0.5 馬力ぐらいの差が出たとしても、うん、でそれを小さいエンジンでそんなに組にムラが全部回るんだよ、全部回るしどの時もどんな風に組んだ時もちゃんと回るし走るんだけど、そこに体感的に微妙な差が出るので、ああ俺こんなに差が出るムラがある組するんじゃ CB のエンジンなんか怖くて組めないと思ってて、あの S 先生に丸投げというか、やっぱりプロだからね、そういうプロのメカニックだからね、だからもうお願いをしたんだけど、組む方はもちろんお手伝いはしたけど、本当メインのところは全部やってもらっちゃった感じで、でもそのせいでこれ8万キロ経って全く何の異常もないもんね。これそれも普通のノーマルエンジンじゃないんだよ、これハイチュウエンジンなんだよ、配管にハイコンピストンが入ったようなね、チューンドエンジンなんだけど、なのにもかかわらず8万キロ走って何のへたれもないという、やっぱりねこういうのはねエンジン組むのには素質というかセンスと経験とあるんだろうなと思って、もう S 先生なんか何機も CBF のエンジン組んでるからさ、自分のも人のも含めて、だからもうやっぱり安田さんなんかと同じだよね、うん、もうね、容量得てるから違うんだよね俺なんかと。いやああいう本を見ながらねつくづく思った。だから本当に有名 CB とかで有名どころのショップっていうのはある程度信頼できるっていうのはそういう経験値とかなんだよね。まあ長く乗りたいなとは思いつつ、はいちょっとこう乗る量を控えて傷まないように、その分モンキー使おうとか思って1ヶ月ぐらい乗らなかったらバッテリー上がってすねるとか、すねて言うこと聞かんとか、もうほんとねかわいいよねこいつ腹立つほどかわいいよねああと思って、もうまたすねやがったと思ってはい、そんな感じで、はい、CBF の本が出てましたという、お話でございました。はい、愛車、特定の愛車を愛する人たちのためのああいう本は、非常にありがたいですね。という感じで今回の動画はこれぐらいにしておきましょう。はい、また次の動画でお会いしたいです。またよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。